どうも皆さん、おはようございます。マジシャンズナビゲート、墓地から除外して外役リュウです。さあ本日なんですが、ドラゴエクティスを使ってね、私デュエルキングになりましたんでご紹介していきましょう。10回に1回くらいしか出ねえけど、ドラゴエクティスでキングになったってこれ言い張ってるから。まあこのモンスターちょっと説明しておくと、すげえかっこいいんですよ。ドラゴン族シンクロモンスタープラス戦術モンスターっていうの、結構ロマン性の高い融合召喚条件で、で効果は、墓地のドラゴン族シンクロモンスター1体を除外すると、そうしたら効果コピーしますよっていう効果と、効果ダメージを相手のカードの効果によって受ける場合は、自分への効果ダメージが相手に受けさせるっていう効果ですね。でこのカード、ユーセイ君のカードなんですけども、本当に一切関係ないパンドラっていうね、やつが使いこなすんで、ご了承ください。でギミックなんですけども、前そのエヴァキャバ版面が強いって言ったじゃないですか。エヴァキャバ、キャバエヴァ、この辺のカードを使って出していくと、エヴァリーで、さらにマジカルアイズフュージョン でキャバリー出すっていうね、ゴブリンドバーグと融合順位生物でももちろんキャバリー出せるんですけども、この辺のギミックが強いよと、要は強いモンスターを場に供給できるからっていう意味ですね。で、このデッキに7シンクロでドラゴン族シンクロモンスター入れるんですよ。それがミカエルですね。ミカエルの、効果が結構強くて、これ除去できるじゃないですか。1000ライフ払うと相手のカードを1枚ね。で、これで除去していって、さらに、こいつが融合して出せると、めちゃくちゃ強いんですけど、基本的にはもう一回除外できるから。これを今回は一切金繰り捨てまして、ただこいつを出すだけというね。ただ出すだけっていう、ほぼバニラみたいな使い方をしていきます。なんでかというと、このミラクルシンクロフュージョンっていうこのカードがめっちゃ強いんですよ。これシンクロモンスターを融合素材にする融合モンスターを出せるんだけども、これね、墓地から素材を除外しちゃうんですね。だから一回出してミカエルを素材にした場合、これ除外しちゃうんで、ドラゴエクティスの効果知るっていうね、なんかちょっと強そうで、あみたいなギミックをぶち込んでおりますってことですね。はい、ということで早速ですね、ドラゴエクティスさんを使ってデュエルやっていきましょう。これで俺デュエルキングになったから、言い張るから。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方はカイバー社長ですね。いきます。デュエルスタンバイ。あー、弱いね。ハンド弱いね。ハンドびっくりするぐらい弱いね。調和の法則いいね。 OK、 調和の法則いいよ。調和の法則は全くもって関係ない。ですね、多分おそらくですね、これ多分スキルが修正される前になるんで、ちょっとスキルなんですけど、悪夢の章っていうスキル使ってるんですけど、魔法もし回収するようであれば、1枚、あ、強い、OK、これ、まあ、落ち方によるな、1枚回収するようであれば、手札が1枚ない状態と、思って見ていただければと思うんですが、ちょ、何言ってるか分かんなかったらすいません、俺も何言ってるか分かりません、ライトロードサムナールミナスを召喚していいのか、これは、いいな、ライトロードサムナールミナスを召喚していく、で、ルミナス効果発動、手札かな、こういうときって、こうしていく。で、これで、こうしていく。で、からの、アサシンライデン効果。で、スキル発動悪夢の章。で、神ゲーすぎる。これは神ゲーだ。ちょっと待ってくれ。ライオンとアサシンを出していく。で、これミカエル出して。で、ミカエルの効果発動。ミカエルの効果は、フィールド上の、カード1枚を、1000ライフを払うことによって、1000ライフを代償に除外することができる。でだ、これでミラシン行く。ミラクルシンクロフュージョン発動。フィールド上のシンクロモンスター、ドラゴン族シンクロモンスターと聖族モンスターの魂をゲームから除外し、現れよ、波動竜騎士、ドラゴエクティス。そして、ということだからマジックカード、マジカライズフュージョンを発動、墓地の聖族、そしてブラックマジシャンの魂をゲームから除外し、ブラックキャバラリーを融合召喚、強い、なんだこの盤面は、神ゲーだ。紛れもない神ゲー。この盤面ちょっと待って、かっこよすぎません？これは女性視聴者惚れたでしょ。まあいないんだけどね、女性視聴者が。これね、このモンスターね、確かね、あのね、ユーセイ君のねカードなんですよね。ユーセイ君のカード、ユーセイが使ってたカードでさ、ただね、ちょっとはっきり言うんですけど、ドラゴエクティスね、なんかね、10回に1回くらいしか出ないわ。絶望的なお知らせし、10回に1回くらいしか出ねえこのモンスター。言うてばミラクルシンクルフュージョン、しかもミラクルシンクルフュージョン出すと、なんかその融合モンスターなんですけど、その墓地除外しちゃうんで、ドラゴンエクティって墓地のカードをの除外のシンクロモンスターの効果を除外してコピーするっていう効果なんですよ。だからね、意味ないんですよね、その除外してらっしゃるから、まあ、バニラっていうほとんど。ああ、やっと長え長え、ブラックフェザーさんのターンが終わりましたわ。
長え長え。このデッキ先行分回しすぎなんだよ。マジ分からせるわ。ナイス。こうして、ですね、あとはほんと、ちょっと待って、でも分からせられんのこれ、分からせられんのか。ちょっと魔法カード引きてえな。魔法カード引きたい。神すぎ。神ゲー、神ゲーでしたこのゲームは。やっぱりすいませんでした、文句言ってすいませんでした。これは遠隔ちょっと戻したいな。遠隔、これもスキル使っちゃっていいか。スキル使おう。遠隔引きたい。ちょ、遠隔行こう。遠隔で回収してからのこれ、あー、それか。それあんまいらねえ、それあんまいらねえな、それあんまいらねえな。ちょっとソーラーエクシェンジいらねえか。ソーラーエクシェンジ援軍の方が使えそうだもんね、言うて。まあ、でも2600しかないから、2600しかないから、まず光の援軍の方が一回発動しよう。光の援軍発動して、はい、で、こうしていいね。で、でだルミナス召喚で、ルミナス効果発動、ルミナス効果発動し、で、手だからこれ捨てて、で、ライドのアサシンライデンを蘇生していく。で、ライデン効果、まあこれはもうどうでもいいんだけど、ライデン効果発動し、レベル3、ライドロードサムナールミナスにレベル4、ライドロードアサシンライデンをチューニング。冷たい炎が世界の全てを包み込む。漆黒の花がどうのこうの。ブラックローズドラゴンのブラックローズガイドくらえ。そして手よりマジックカード、ミラクルシンクロフュージョンも発動。もちろんドラゴン族シンクロモンスターおよび戦族モンスターの魂をこのゲームから除外し、現れろ波動竜騎士ドラゴエクテス。これが俺の導き出した答えだ。行くぞユースバトル、行くぞユース。アンチノミーさんはまだですか。さあ、お相手の方ダイナソー龍崎選手。いや、巨大決戦とかよ、気持ち悪い、気持ち悪いスキル使ってんじゃねえぞお前。気持ち悪いんだよなお前のスキル。これはルミナスですね。いや、こいつのスキルほんまでもハンドちょっと強いな、ハンドちょっと強いぞ。これは、いやー、でも言うてやっぱミラシンあるけど、まあそうは言ってもだよね、そうは言ってもミラシンは使わないよねこれ。ミラシン使わないこれ。こうやってこれミラシン捨てるしかないでしょ。ミラシン捨てて先行でドラゴンエクティス立てるとかいう意味わかんないことしないから、普通人間は、人類は。で、ライドロードアサシンライデンの効果を発動し、そしてレベル7シンクロしていく。妖艶なるハチの光今交錯し、運命の扉開かれる、決死上がる絶望の未来へ、ダークシンクロフォーチュナティエバリー。作業芸すぎる。こんな作業芸みたいにシンクロ召喚工場言う人いる。で、戦術とブラックマシャの魂をゲームから除外し、超魔導力士ブラックキャバラリーを融合召喚。これが最強盤面よ。ほらよ、勝てるもんなら勝ってみろ。先行キャバイバ。さあ、始皇帝の量を、いや、やばそう。何が出てくんの。2000、え、どういうこと。いや無理マジで。どうやら理解しようだな。そうだ、これがデュエルリンクさ。やかましいわ。